アルファ2、マクログロブリンは、血液中に存在する巨大な血小タンパク質である。主に肝臓で産生されるが、マクロファージ、繊維目細胞、副人皮質細胞でも、局所的な合成が行われる。人では、ANM 遺伝子に行動される。アルファ2、マクログロブリンは、高プロテアーゼ機能を持ち、極めて多様なプロテアーゼを不活性化することができる。プラスミンや、 カリクレインを阻害し、繊維素溶解の阻害因子として機能する。トロンビンを阻害し、血液凝固の阻害因子としても機能する。アルファに、マクログロブリンは、血小板由来成長因子や、塩基性繊維メス細胞増殖因子、d g f ベータ、インスリン、イルマイナス1ベータなど、多数の成長因子やサイトカインと結合し、これらの生物学的活性に影響を与えている。 可能性がある。疾患と関係した特異的な欠乏症や、アルファに、マクログロブリンが低濃度となることが原因となる、疾患も知られていない。ネフローゼ症候群において、他の低分子量タンパク質が尿中へ失われた際、アルファに、マクログロブリンの濃度は増加する。アルファに、マクログロブリンはサイズが大きいため尿中への喪失を、免れ、抗出浸透圧の維持に寄与している。 人のアルファに、マクログロブリンは、ジスルフィド結合で連結された4つの、同一サブユニットから構成される。4両体系のアルファに、マクログロブリンに加えて、2両体系、さらに近年では、単両体系のものも同定されている。人のアルファに、マクログロブリンの、各単両体は、マクログロブリンドメイン、ジオエステル含有ドメイン、需要体結合ドメインなど、 いくつかの機能的ドメインから構成される。α にマクログロブリンは、人の結晶中に存在する主要な非、イムノグロブリンタンパク質の中で最大である。α にマクログロブリンのアミノ酸配列は、pzp と71%同一であることが、示されている。α マクログロブリンファミリーのタンパク質には、人の4両体系、α に マクログロブリンに代表されるプロテアーゼ阻害因子が含まれる。メリップスデータベースでは、阻害因子のクランイル、ファミリーアイ39に属する。これらのプロテアーゼ阻害因子には、すべてのクラスのプロテアーゼを阻害することができる、ベート領域と呼ばれる、阻害対象のプロテナーゼによって切断されやすい、ペプチド結合を含むアミノ酸配列が存在する、類似した阻害機構を持つ。 一級アミンとチオエステルとの反応によって阻害能力が不活性化されるといった定義となる共通したいくつかの性質が存在する。αM フ,ファミリーのプロテアーゼ阻害因子は立体障害によって阻害を行う。その機構はベート領域と呼ばれるタンパク質分解に特に感受性の高い断片のプロテアーゼによる切断を伴い、それによって プロテアーゼの周辺へ崩れるようなコンフォメーション変化が開始される。結果生じたアルファエームプロテアーゼ複合体では、プロテアーゼの活性部位は立体的に遮蔽されており、そのためタンパク質基質へのアクセスが大幅に低下する。ベート領域の切断後には、さらに2つのイベント、すなわち分子内のシステインとグルタミン酸の間のチオエステル結合の配列と保存された。 C マッタンの受容体結合ドメインを露出させる大きなコンフォメーション変化が生じる。受容体結合ドメインの露出によってアルファエムプロテアーゼ複合体はクリアランス受容体に結合できるようになり血液循環から除去される。アルファにマクログロブリンは膨大な種類のプロテアナーゼを不活性化することができる。プラスミンやカリクレインを阻害し、 繊維素溶解の阻害因子として機能する。トロンビンを阻害し、血液凝固の阻害因子としても機能する。α に、マクログロブリンには35アミノ酸からなる、ベート領域が存在する。ベート領域に結合し、切断を行うプロテーナーゼは、α に、マクログロブリンに結合するようになり、α に M プロテアーゼ複合体は、受容体に認識されて K から除去される。 繊維素妖怪の間略図。青矢印は促進を、赤い矢印は阻害を示している。アルフーに、マクログロブリンは結晶中で、アエニア銅を結合することが知られている。その結合はアルブミンよりも強く、トランスクプレーンという名称でも知られている。人の結晶中の銅の10-15%は、α に、マクログロブリンによってキレートされている。α に、 マクログロブリンのレベルは、血清アルブミンのレベルが低下した時に上昇する。こうした状況は、腎臓からより、小さな血中タンパク質が漏れ始める、ネフローゼ症候群で見られるのが最も一般的で、ある。アルファに、マクログロブリンはサイズが大きく、血流に保持されるため、すべてのタンパク質の酸性が増大することで、アルファに、マクログロブリンの濃度は上昇する。 この濃度上昇が健康に与える悪影響はほとんど存在しないが診断のための手がかりとして利用される。α にマクログロブリンで一般的に見られる時計はアルツハイマー病のリスクを高める。ありがとうございます。